オフロード車のイメージを持たれている方が多いと思うんですけども、 90% 以上 95% ぐらいはもうアスファルトの上しか走らないみたいな感じが多いと思うので、まあそこに焦点を当てて車の方作ってます。この車に関して言うと、まあ、電源系の強化であったり、点火系の火花を飛ばす強さを強めたりとかいうのを優先してますので、まあ、あえてブーストアップとかそういうのは行っておりません。パワーを上げるのもええんですけども、街乗りメインということでピックアップ重視して乗りやすさ、フケの良さ、そんなのをメインに考えて車の方作ってます。着座位置が低い方が乗ってて楽かなっていう感じもするんで、バケットシートのローポジションのタイプで走りやすさ乗りやすさを優先してますね。